はい、どうも、こんにちは、バシとミクです。はい、さん、本日紹介するのはこちらですね。じゃーん、HG シリーズガメラです。カメラが向こう行っちゃってる。はい、HG シリーズガメラです。これが1になるので、まあ平成ガメラ第1作目のやつだよね、が今回ラインナップに入ってます。ガメラ1995とギャオスの1995で、あと飛行形態がそれぞれ入ってる感じになってます。はい、ガメラがガチャポンに出てくるっていうのもすごい珍しいですよね。ここ何十年も見てないわ。はい、で今回、フルスって揃いましたんで、本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、バチアとミクチャンネル。はい、でですね、全て組み立てが終わりましたんで、早速細かいところを見ていきたいと思います。はい、まずはガメラですね。はい、平成ガメラ第1作目の画面になりまして、まだ丸みを帯びた感じの、まだカメっていうような感じががっつりわかるガメラになってますよね。はい。で、ぐるっと見回してみるとこんな感じで、皮膚の感じ、甲羅の質感、あとお腹のところなんかもそうなんですけども、実に造形がよくできてるなっていう感じですよね。うん、すごいなと思います。はい、爪の先だとか、口の中、瞳なんかが塗装するところになりまして、あとはほとんどが、成型色なのかなって感じですね。うん、出来としては非常に単純な出来になってるんですけども、でもクオリティはすごい高いですよね。うん、いいなって感じがします。はい、いやー、あと歯の部分とかもね、割としっかり塗装がしてあって、うん、すげえいい出来になってますね。へえ。はい、こちら画面になります。じゃじゃん。はい、続いてギャオスですね。ギャオスも、そうですね、基本的には、成型色のみになってますね。この茶色な感じの成型色になってます。うん、で爪の先と、それから、頭の部分ですね、目のところが赤く塗装されているのみで、塗装としては非常に少ない部類には入るんですけども、でも造形がすごいしっかりしてあって、めちゃくちゃかっこいいですよね。いいね、ギャオス。ギャオスの立体物って僕触ったの初めてかもしれない。うん、SH モンスターって待ってます。はい。はい、頭のこのね、特徴的な形だとか、鋭い牙、爪なんかはね、すごい、再現が高いなって感じがします。翼に浮き出てる血管のようなものも、うん、この辺も結構クオリティが高くて、うん、再現度高くて、個人的にはすごいなと思います。はい、でギャオスなんですけども、立たせることがちょっとできないので、こちらの台座を使って、立たせることが可能になります。はい、なんかちょっと添えるような感じの台座なんですけどね、これで一応立たせることができるみたいです。はい、こんな感じに立たせて、ガメラと対決させることができますね。はい、ガシャポンの中に入ってたにもかかわらず、翼がねすごい変な形に曲がったりだとかっていうのはなくて、うん、これでデフォみたいですね。いやー、再現度高い、すごいね。ギャオスもこのギャオスのね、なんだろう、すごいシンプルなデザイン、私好きなんですよね。はい、はい、じゃあ次見ていきましょう。続いてこちらガメラの飛行形態ですね。ちょっとさすがに片付けようか。はい、ガメラの飛行形態こんな感じになってて、先ほどのガメラの足と尻尾をしまったような状態になってるんですけども、うん、実に単純な出来ですよね。なんですけども、はい、飛行形態とね、一目で分かるような感じのデザインになってます。うん、先ほどのガメラと同じような感じのデザインになってますので、基本的にはあんまり変わんないんですけども、はい。でもまあこれでゴーっとね、エフェクトなんかつければもっといい感じになるのかもしれませんね。はい、こちらガメラ飛行形態になります。うん、造形とか塗装に関しては先ほどのガメラと一緒ですね。はい、じゃん。はい、今回のガメラの中でも一番そうだね、でかいのはこの飛行形態のギャオスなのかなって感じがします。はい、翼を広げたこの形、すごいでっかくてかっこいいですよね。うん、真正面から見てもかっこいい。はい、いやー、これも出来がいいね。ギャオスはね、この形態で普通に飛べますので、うん、ガメラみたいにどっか収納したりっていうのが省きがないので、このフィギュアを単純に翼を広げて足をまっすぐにした感じのフィギュアになるんですけども、うん、それでもやっぱ出来はすごいですよね。いやー、いいね、ギャオス。このコウモリみたいなデザイン、やっぱいいね。すげえかっけえわ。どっから見てもかっこいいですもんね。いやー、ギャオス好きだな、やっぱり。うん。はい、という感じの出来になってます。ちなみにガメラと並べてみるとこんな感じ。うん、大きさはまあ、ほぼほぼ一緒なんですけども、翼とかを含めるとね、すごいよね。はい。いやー、これで空中のね、戦いなんかが再現できるのかなって感じがしますね。うん。
これに関してはギャオスに関してギャオスもガメラもそうなんですけども飛行形態なんで、まあ、浮かばせることができればいいなと思うんですけどちょっと類似というか使えるものが あったじゃじゃん。はい、こんな感じに台座使ってあげればね、飛んでるような感じに再現できるんじゃないかなと思います。はい。まあ、これ込みっていうのがちょっとあれなんですけども、うん、でもかっこよく飾れますよね。素敵だなと思います。はい。へぇー、でもこれで300円のグリーンなんですよ。すごいですよね。びっくりしちゃった。300円でいいね。本当？と思ったんですけど。最近ね、レビュー数が結構多いこのゴジラの HG シリーズなんかこれが500円なんですよね。まああれは台座込みの値段だとは思うんですけども大きさ的にもほぼほぼ変わんないんでゴジラとカメラね。うん、まあなんでそういった点を考えれば今回のこのシリーズ300円で本当にいいんですかと突っ込みたくなっちゃうレベルなんですよね。はい、情報量も多くて、うん、塗装もしっかりできててねとても300円のクオリティとはちょっと思えないんですけどこれで300円です。はい、ちょっと昔に戻ったよね。ガメラの時代に合わせたのかな。はい、まあ冗談はさておき、うん、このクオリティ結構いいので、うん、この先ちょっと値段上げてもらってもいいので、はい、引き続きねガメラシリーズちょっと頑張っていただきたいなと思います。次はそうですねガメラ1なんでガメラ2が出ると思いますのでその時は多分レギオンかな。でもレギオンこのクオリティに抑えるのちょっと難しいと思うからプレ版とかかな。はい、まあ、ちょっとその辺はねまた期待して、待ってみたいなと思います。はい、はい、というわけで、HG シリーズガメラですね、1の紹介でした。ギャウスとガメラの敵どちらも素晴らしいなと思いました。はい。このクオリティで、ね、ぜひ保ったまま、ガメラ2のねシリーズまたやってほしいなと思います。はい、次がまあレギオンになるんですけどもレギオンソルジャーとかね、うん、でガメラ2のガメラ、あとはレギオンのラインナップになるのかなとは思うんですけどもこのクオリティでレギオンを出すとなると多分大変だと思うのでまあね500円ぐらいに上げてもらってもあるいは最近やってるオンラインガシャポンってやつだよね、電子マネーとかあーギャオスとかのやつであるようなちょっと高額のガシャポンでもいいのでガシャポンよりかはプレ版とかの方で1個体の方でいいのかな。まあいずれにせよなんですけども、うん、ちょっと出してほしいなとは思いますね。うん、ぜひとも やってほしくないのはクオリティ下げて無理やり300円で出そうとするようなやつ、うん、はちょっと避けてほしいなとは思うんですけどもどうなることやらって感じがしますね。はい、まあ、3なんかガメラ3とかもありますし過去のガメラもありますので、うん、過去っていうか昭和シリーズのガメラだよねなんていうのもありますので、うん、まあ、次回以降のラインナップちょっと楽しみにしたいなと思います。はい、というわけで HG シリーズガメラ1の紹介でした。紹介したのはパシーとミクでした。はい、またねー。またねギャップスが立たない。バシーからお願いです。チャンネル登録グダの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーやとミクとミンチャンネルをお願いします。